2月2日 JX エネオスサンフラワーズ対デンソーアイリス。自信持って、挑戦者としてしっかり、どんな時でもチーム全員で戦っていきたいなと思います。さあ、中インサイド使う JX 古賀敷ディフェンス粘りますが、ここは宮澤のドライブ、はい、ここはよく決めました。決めました。そうですね、中インサイド、はい、ありがとうか、まあ、インサイドの強い、こういった少しのところもついてきますので、ここはの石原愛子、まあ、本当に簡単に勝てる相手ではないと思いますので、しっかり徹底して抑えなきゃいけない選手だったりチームで、ディフェンスのルールってあると思いますので、そこをやっていけば大丈夫かなと思います。ホームでできるというのはすごく嬉しいですし、ファンの方と一体となって、戦っていければいいかなと思います。ダブルリーグ、ダブルリーグはバスケットライブです。バスケットライブ。